年復帰の鎌田評価がぶっ壊れる。評価点 7.4 パス成功率 93 ロングボール成功数67シュートブロック1地上戦勝率60インターセプト2タックル3攻守に躍動していたね。監督変わってこうもチームが変化するとは思わなかった。残り試合がどこまで勝利できるか楽しみだわ。鎌田も攻守の起点になってたし、めちゃ良かった。変わって入ったマテオって選手もスピードあるし、監督変わって戦術ハマれば強いチームになる。22-23 の CL でフランクフルトに負けた時のマルセイユの監督だから。さっきより正確な鎌田の取説を持ってそうな感じ。ここ数試合サッカー人生的にも勝負どころ感ある。チャンスをものにできれば今季前半は前監督が悪かったとなる。新監督はフロントの意向を組んで鎌田先発にしてると思うからこそ鎌田はここが踏ん張りどころ。現部時は交代で投入されてしっかりアシスト決めてるしそういうとこだよな。チームとしてはポゼッション全然できてないこういう時に鎌田が頑張らないとな。鎌田下がってグエンブジ投入されたら大体グエンブジ数字残すイメージあるんですが。ここから復活や。